スポナビゴルフユーザーが選ぶ2022年ナンバーワンパター発表します。よろしくお願いします。はい。他の動画でもドライバー編とあとアイアン編なんかもやってるんですけれど、今回は2022年に発売されたモデルの中からスポナビ側で5モデルを選ばしてもらって、その中で皆さんに投票してもらってナンバーワンを決めてしまおうという企画になっております。はい、この5モデルなんですけれど、どうやって選んだかというと、実店舗での販売数、あとヤフーショッピングでの販売数、あとスポナビの動画の再生回数、あと記事の視聴回数とか、そういったものをひっくるめてスポナビのスタッフが選んだ5モデルというふうになっています。でパターの場合はですね、ヘッド形状、ネック形状みたいなのいろいろ種類あるので、シリーズみたいな感じで今回は5つ選ばしてもらっています。はい、でこれ投票した方はどんな方かというと、スポナビの、コミュニティの中で投票してくれた方々というふうになってますので、スポナビ視聴者のバイアスはすごいかかってるっていうのは分かっておいてください。はい、あまねく全ゴルファーっていうわけではなくて、ギア好きのゴルファーっていう感じです。では早速見ていきます。ドドドン。まあ、5モデルの中から一番投票数多かったのは 29% オデッセイのトライホット 5K パターになりました。ダダ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 ダ、はい、トライホット 5K シリーズはですね、まあ、ブレードタイプなんだけれども、まあ、極限までその大きくないヘッドの中で完成モーメントを高めたモデルっていう風になってます。なのでブレードタイプ好きなんだけれども、もうちょっとこう安定してヘッド動いてほしいなっていう方で、なおかつマレット型あんま好きじゃないとか、あんまりこう後ろに大きいヘッド使いたくないっていう人には、めちゃめちゃいいモデルがトライホットの 5K というシリーズになります。でちょっと値段高いんですよね。最近あのパターの値段って結構高くなってるんですけれど、この 5K もちょっと高いです。ただオデッセイの場合はシャフトにもやっぱり工夫があって、ストロークラブのシャフトが合わさることでさらにこう振りやすい感じとかっていうのも出てくるんで、なのでオデッセイの場合はやっぱりヘッドプラスストロークラボのシャフト込みでいいモデルっていう印象も僕は強いので、なんでまあ1位っていうのも分からなくはない。ただ皆さんやっぱブレードタイプ好きなんだなっていうふうに思いますね。僕は結構マレットが好きな方なので、なるほどなーっていう印象を受けてます。はい、そして2位はテラメイドスパイダー GT トラスパター入ってきましたね。僕も持ってます。はい、僕はあのヒールっていうセンターじゃない方を買って、今でも持ってます。でトラスはですね、 TP コレクションのハイドロブラストパターっていうのも 15% 今回投票で入ってるんですけれど、これもトラスなのでやっぱりトラス強しっていうところあると思いますね。で日本だけです、これあの人気なのって。アメリカだとスパイダー GT トラスっていうモデル自体が出てないし、あの僕はアメリカのウェブサイトとかちょっと見たりするんですけど、なんかトラス自体あんま人気がない。で僕がインスタにあの
スパイダー GT トラスとかの写真上げたりするとそれ勝手に転載されてて、アメリカの人がその写真使って投稿したりするんですけど、そのコメント欄とか見てもなんかね、あんまりこう肯定的な意見が書かれてなかったりします。やっぱりデザイン的にちょっとこうブサイクというか、やっぱりこうヒール側にこう三角ついてて上から見てもこういった斜めのラインとかが見えちゃったりするんで、その辺を結構アメリカの人たちとかは嫌うみたいなんですけど、日本では人気めちゃめちゃあります。やっぱり女子プロであれだけユーザー多くて優勝した選手が使ってるモデルってなるとやっぱり欲しいなって思うんだろうなっていうふうに思いますね。で、かくいう僕もトラスこの斜めのラインがどうも構えた時に気になって好きじゃなかったんですけど、スパイダー GT になってからは、まあ、ヘッドが黒いっていうのもあるんですけど、なんかちょうどうまくその斜めのラインがこう消せたというか見えない感じになったんで、買って使ってみたりはしたモデルですね。まあトラス強しっていうのは分かるなっていうふうに思います。でちょっと先に TP コレクションハイドロブラスト紹介しちゃったんですけれども、3位に入ったモデルはタイトリスト、はい、スコッティ・キャメロンのスペシャルセレクトが入りました。もうスポナビの見てる方々はかっこいいクラブが好きなのでスコッティ・キャメロンは当然入ってきますね。確かにヤフーショッピングのパターンの売り上げ上位とかを見てもやっぱりキャメロンって上に入ってきます。値段がやっぱり高いにもかかわらず、やっぱりキャメロン強しっていうのは感じますね。キャメロンはね使いたいって思ってるんですけどね。僕はドライバーも TSR2 買ったし、もともと T100 アイアン使ってるしウェッジも冒険なんで、タイトリストの人が僕のバッグを見てあとパターだけだなみたいに言うんですけど、なんかねちょっとやっぱスパイダーが好きなんですよねはい。そして、パターといえばですよ、パターといえばのピンの PLD ミルドパターが 11% というふうになります。これもピンの中では PLD シリーズってかなり高級感があって所有感の高いモデルになってるんで、なんでそこに入れた人も 11% いるというところですかね。こうやって見るとまあスポナビの方で選んだ5モデルとはいえどれも高いですよね値段高いパターばっかですよね。なんでやっぱりゴルファーの意識もちょっと変わってきてて、なんかドライバーの値段の半分ぐらい出してもパター買ってもいいって思ってる人が増えてきたのかなというふうには感じます。はい。そしてまあその中でもやっぱりオデッセイとテーラメイド強しというところは他のクラブと変わらずですかね。はい。というわけで今回は皆さんが選んだ2022年に発売された中からナンバーワンパターを決めさせてもらいました。でコミュニティの中でこういうふうに、時折企画立ててやっていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録しておくとコミュニティの通知も来たりとかしますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、2023年もよろしくお願いします。